ちゃ。こんにちは、さゆたかさん。はい。まだまだ現役ドラフトの話題が巷ですごいですね。そうだな、昼飯食ってたら横で言ってたね。びっくりしました。なあ、北村がさって、ここもと思って、ね、いや、それでルールまで説明してたからね。そうなんですよ。でそうか、やっぱり皆さんこの現役ドラフトっていうのはどの選手がどこに行ってどう活躍するのかっていうのを非常に気になってるところ。ちょっと神秘的なところがあるからね、見えないから余計そうですよね。まあまあそういうことで、はい、こう終わってから、はい、まあ紐解いていくんだろうな。なので今日はですね、まあ紐解きだろ。そうです、結局ズバリ豊さんにこの現役ドラフトで来シーズン大化けしそうな選手をピックアップしていただきます。はい。ちなみに去年も同じようにやりました、うん、去年豊さんは大竹投手、細川選手、あとまあ陽川選手、この3名を挙げていました。陽川もチャンスもらったんだけどな、サードでスタートしてさ、うん、あそこで結果出しておけばさ、はい、自分のものになってたかも分かんないんだけどな。そうですよね。ただ豊さん予想、大予想当たるということで。まあそうだな、はい、俺もたまには当たるんだよ。そうですね。ということで今回もじゃあズバリ予想していただきましょう、はい、まずいや、これはもう鉄板すぎて面白くないかもわかんないけど、はい、まあ、阪神から巨人に移籍した馬場投手、はい、この投手はおそらく8回7回とか、はい、まあ、ピンチの場面とかやっぱこうしっかり投げられるピッチャーだし、うん、まあ、相当な活躍が見込まれる。そうですね、うん、だから何でもそうだけどさ、はい、スタートだよね、うん、で阿部監督新之助が言ってるのはそんなに負荷をかけたところからスタートさせないとか、はい、まあ、いろんなルールを自分の中でチームとして決めていってるよね、はい、だから取っかかりとしたら、まあ、ちょっと楽なところからスタートして、まあ、最後にはなんか7回とか8回とか1イニング任されるような、まあ、そんなピッチャーになってるような気はするけどな。そうですね、うん、まあ、本当に毎年コンスタントに出場していて2020年は32登板、はい、2021年が44登板、はい、ちょっと2022年が7登板だったんですが、はい、今シーズン19登板して、はい、2勝1敗、はい、ということで3ホールドで防御率は 2.45 ですね、はい、今シーズンは、はいはい、でも本当に即戦力で、まあ、もちろんっていう、もちろん、もちろん、もちろん、まあ、それとやっぱ三振がね、はい、ある程度計算して取れるというか、まあ、そのぐらいのピッチャーだし、はい、だ相当な活躍が見込まれる。うん、これは大丈夫。お、もう大丈夫だと思う。そうですね。大丈夫、大丈夫。まあ巨人の今中継ぎっていうと、はい、もう確約してもう絶対この選手は中継ぎだよねっていう投手って、まあなりそうな候補っていうのは、まあ、例えば泉であったりだとかさ、あのそうですね、オリックスから取った近藤とかさ、はい、あと、まあ、そういうのがなってくれればね、うん、高橋嶺っていうのはおそらく先発いくんじゃないかなっていうのは気はするんだよね、はい、だからうん、まあ、その中と比べても、うん、やっぱ馬場が一つ抜けてるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じだし、はい、もうナンバープレートをつけたらすぐ走り出すみたいな、はい、まあ、そんな感じじゃない、車検いらないみたいな。そうですよね。そうもういきなり加速してドンと行きそうな、そう、検査いらないみたいな、いけるみたいな。いける、そうですよね、はい、まあ、大化けというよりも本来の力が、まあ、発揮できる。まあそうだな、うん、まあその通りだな、うん、そうなってくると、まあ、しっかりこう8回なり7回なりは埋めてくれるかなというね、うん、まあ、そんな感じはするけどね。そうですよね、はい、まあ、現在が年俸が3500万なんですけれども、はい、現状これは来シーズン例えば終わったところでどのぐらいのアップが期待される。順調にいけば、はい、倍、夢がある。7000万、うん、ぐらいになってくるといいかなというね、はい、まあ、ちなみになんですけれども、うん、まあ、細川選手、はい、中日に行った 4.5 倍になりました。そうだな、はい、4000万超えたよな、はい、まあ、よかったよね、夢があるよね。そうですよね、もともとの、ね、設定の最初の金額っていうのがあるとは思うんですけれども、はいはい、まあ、豊さん的には、ね、7000万いったら、はい、もうこれは大活躍したよね、まあ、大活躍でしょ、入りますよね、はい、伝統の、ね、阪神巨人、巨人阪神戦でこれ馬場投手が、ね、中継ぎで出てきた時って、はい、甲子園とかってどうなるんですかね、沸くんですかね、やっぱり。まあ拍手だろうね、うん、うん、阪神ファンってあったかいしな、はい、だから別に自分が出たいって言って出ていったわけでもないし、はい、だから温かく迎えてくれるというふうには思うよ。
そうですね、はい、さあ続いての選手は続いてはね、はい、鈴木博おお、ね、中日のピッチャーでしたけれども、はいはい、まあ、人がいいんだよね、うん、もう本当に優しい子というかさ、はい、本当にこう擦れてないというか、うん、まあ、そこら辺でもう一つ上に行くには、はい、やっぱハングリー精神だとか背水の陣とか、はい、まあ、そういうのを感じながらね、うん、こうやっていってほしいなと思うし、はい、でそこら辺 の、 その変わり身があったとしたら本当に高いポテンシャル持ってる。で球も速いし、はい、もっと腕を振れればね、うん、俺は活躍できると思うよ。現在まあ26歳で、もともとヤマハから2017年ドライチで入って、はい、もう翌年の2018年には53登板して4勝6敗、はい、で2019年には25登板で、そこから、2021年にもう一回18登板あったんですけれども、はい、今シーズンは9登板にとどまり、まあ、でも1勝2敗、はい、で防御率は今シーズン 4.07 というところなんですけれども、あのね、まあ、例えば抑えをやらしたりだとか、うん、いろいろしてたんだよね、はい、で中継ぎ入れたりだとか、はたまた先発だとか、そのポジションがやっぱこう決まってなかったんだよね、うん、なかなか決めることができなかった。でオリックスで中に入れてもいいんだけど、はい、まあ、例えばその山崎とか宇田川とか、まああいうピッチャーがいるから、はい、まあ、できれば先発やらせてあげたいよな。あ、人がいいんだよね。人が中継ぎ爆発力っていうのも確かにあるけども、はい、性格的なことを考えると、まあ、先発である程度の余裕を持たせて、はい、まあ、6回2点だとか、うん、3点だとか、まあ、そういう余裕を持たせて投げさすと、はい、まあ、いいのかなっていうの感じはするけどもね。まあ、先発でいうと山本由伸投手がメジャー挑戦で抜ける、はい、で山崎福也投手も FA で抜けた、でもちろん若手もいますけれども、やっぱ先発でローテでちょっと試してみたいというか、そっち向きかなっていうふうに使うんだったらね、うん、ただ中を考えてるんだったら爆発的な力をね、うん、発揮できるかどうかっていうこともあるし、はい、ただオリックスも先発って言ったって、うん、もうね次から次へ出てくるわけよ。そうですね、ムクノキとかもいるし、そうですね、まあ、外谷だとかもいるし、はい、だからそれ考えるとなかなかこう厳しいよ、そこにローテーションの一角に入っていくっていうのは、うん、まあ、だけどよかったら使ってくれる監督だしね、はい、中島監督は、うん、だから中で考えてるのかなと思うけど、できれば俺も先発で使うと、まあ、良さっていうか伸びしろがあるのかなっていう、まあ、感じはするけどもね。先発だと豊さん的に大体何勝何敗言ってくれたら化けたな、活躍できたなっていうふうに感じますか？7勝8勝、7、8、あ、2桁いくっていうのはやっぱこう出だしがね、はい、まあ、例えば5勝まで負けなかったとか、うん、まあ、そういうふうになってくれればそれは勢いで2桁っていう勝てるポテンシャルを持ってる、うん、まあ、だけど性格的なことを考えるとまずは7勝あたりを考えてあげた方がいいのかな。そうですね、本当にね優しい子なんだよ、うん、俺もヤマハの時社会人の時に教えに行ってた時期があったから、はい、絡みがあったんだけども、本当にね人がいいというか、うん、ちょっと体もその当時は弱かったんだよね、はい、虚弱体質っていうかちょっと細型というか、いや細型でもないんだけど、はい、やっぱこう投げ込みをどん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 アマチュアの時にしてないから、ちょっと状態的にはこうすぐ疲れちゃったりだとか故障とかね、はい、があったけども、でももうそんなこと言ってられないしね、うん、で、まあ、オリックスでそういうところも改善されて、はい、やっていったら化ける可能性があるな、まあ、大竹投手がねソフトバンクから阪神に移ってきて今シーズン2桁、いや大竹は俺は不思議だったもん出したのか、いや出したのってなんで投げさせないんだろうっていう、ああソフトバンク時代に、うん、このピッチャーは勝てるピッチャーなんだけどなと思ってたんだけど、うん、まあでも移籍をしてね環境が変わってやっぱ開花した、うん、まあ一人だし、うん、まあ、鈴木もそうなってくればね、はい、鈴木はなんで使わないんだろうっていうよりも、うん、自分がやっぱこうちょっと変わっていかないと、まあ、そのためにはやっぱ移籍っていうのはいいきっかけになるし、うん、だからそういう意味で期待をしてるって。そうですね、はい、で現在1250万ということで、はいはい、うまい具合に7勝8勝先発でとか、もし中に入ったら中で回るようになれば来シーズンどのぐらいアップいけますかね。まあ、4000万、4000万、おお、だから約3倍強ということですね。まあそうだね、うん、
4まあ、これは活躍した時にはもう福良に電話をして俺が予想してるからお願いしますと4000万まで行ってくる。それ以上になる可能性もあるしな。そもちろんそうですよね、だからまあそのぐらい行ってくれたら大成功と、ね、大成功、はい、さあそして豊さんが一押し、はい、まあ一押しではないよ、いやダークホースだよ。ダークホース、おお、長谷川日本ハムのね、はい、左の、まあ、エスコバっていうふうに言われるぐらいのピッチャーなんだけども、うん、はい、ソフトバンクのピッチャーを見た時に、まあ、変則で左っていうとさ、はい、まあ、いるにはいるけども、まあ、そこら辺の競争にはなるけどね、うん、ただやっぱこう変則っていうのは何枚かいた方がいいし、はい、で、まあ、長谷川っていうのは左の変則だしね、うん、だからそこら辺ではこう使ってもらえると活躍の場所が増えるかなっていう感じでは見てるんだよね、うん、だからまあそこら辺できっかけさえつかめれば活躍できるかなというね、はい、変則といえばその高橋礼投手が巨人に行ってしまったということで、うん、まあ、左だからな長谷川はね、あ、まあ、そっかそっか、だから加山が戦力外になり、はい、やっぱそういうピッチャーっていうのをやっぱ育てなきゃいけない、まあ、いるにはいるけども、うん、はい、まあ、だけどまだまだその加山ほどの実績もないし、うん、で長谷川っていうのがその代わりになってくれれば、そうです、ね、まあ、非常に投手陣とすれば幅ができるかなというです、ね、だからそういうことを考えると長谷川にチャンスはすごくあるのかなっていうふうには思うんだよね。ですよね、はい、で今シーズンあれですよね、元西武の牧田投手、はい、牧田さんがコーチとしてソフトバンクに確か行ってるので、そういう意味でこう、まあ、右と左で違うかもしれないんですけど、何かこういいきっかけというかそういうのってどうなんですかね。そうだな右のアンダースローと左のサイドがちょっとまあね違うけども、はい、まあだけどまあでも牧田っていうのは先発型だったから、ね、あ、まあそうですね、うん、だから長谷川っていうのはもうやっぱこう中に入ってくるだろうから、はい、まあ竹子っていうね相性がこう全国に響き渡るとそうですよね、それも大活躍だよね。そうですよね、うん、でもね、まだ2021年のドラフト6位だったので、うん、3年目ですよね。まだ若いしな。若いですよね。だからソフトバンクはタウラっていうのが左でいるんだけどもね、はい、まあ、だけどそれと競争ということよりも2枚入れとくと、はい、もう相当いいよね。うんうん、ワンポイントでもいいし、はい、でモイネロが先発転向でしょ、はい、まあ、そうなってくると田浦と長谷川、はい、っていうようになってくる可能性もあるんだよ。でもそういうふうになってくるとやっぱ出場機会も相当増えるだろうし、はい、登板機会がね、うん、まあ、そうなってくると竹子ばって言われる、あ、新しいの、そうですね、うん、名前国語監督が審判に竹子ばうん、言っても通用するぐらいの選手になってほしいなっていうふうに期待はしてる。男は黙って投げるだけ、うん、黙っとかなきゃいけないよね、まだまだまだ今は今はね、はい、そうですね。いやただね、いや現在770万円なので、はい、これがソフトバンク球団で活躍すると来シーズン終わった頃にはまあ2400万手堅くいきますね。いやここは先発で難所っていうことはない、はい、うん、ポイントポイントで稼いでいくから、なるほど、だからまあそんなに大きく見積もらなくても、うん、はい、2400万ぐらいアップできれば十分か。いや結構投げたなっていうような感じになるよ。またそれからだから、そうですね、そこからそこからですもんね、うん、まあ、豊さん今3名馬場投手、鈴木投手、はい、長谷川投手挙げましたけれどもね、はい、そうしてやっぱドラフトってピッチャー多いですね、出すところというか見ても、まあ、絶対数が多いからねチームの中の、うんうん、それとやっぱドラフトで取るのもやっぱピッチャーが多いし、はい、だからそういう意味ではそんなにもうめちゃくちゃ抱えてもしょうがない、うん、だから環境変えたら出場機会があるよということでね、はい、うん、まあ、昨年の DeNA と中日、はい、笠原と細川、はい、なんだそれだとトレードしちゃえよみたいなそんな感じがあったんだけど、はい、今年はソフトバンクと日本ハムが、うん、そうです入れ替えみたいな感じだからね。そうなんですよ。だから水谷と長谷川をね、はい、だからどっちかが活躍するかなっていう、
験担ぎも含めて、もうファンの間ではね、ここの2球団相思相愛だったねって、もうすでにワードに入ってる。相思相愛だったかどうかは分からないけども、はい、でも両方とも必要とね、うん、されるような選手が取れたのかなっていうふうには思うし、そうですね、まあ3名挙げたけども、まあね、その他にもね、まだまだね、いますもんね、うるしゃべる選手とか。ただ考えなきゃいけないのは、うん、今年半分がクビになってる、はい、ね、戦力外を受けてる、それを考えると本当に厳しい世界だし、敗戦、うん、の陣でね、はい、本当に望んでほしいな。そうです、ね、まあ、例えば長谷川なんかはさ、若いけどもうでも結果が出なかったらすぐ行かれるよみたいな、うん、もうそのぐらいの危機感を持って本当に頑張ってほしいな、はい、だからそこを超えるとさ、うん、戦力として見てくれるとやっぱちょっと息が長くなってくるから、でドリームつかめますよね、うん、いや、そうそうそう、だから本当にぜひ夢をつかんでね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい。